全国のキャンプアンの方もキャンプアンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回はですね、冬キャンプの防寒対策ニューアルパカについてご紹介します。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。さあ、というわけでですね、ニューアルパカについてなんですけれども、まずは先日ご紹介させていただきましたこちらの動画、年越しキャンプの動画、まずこちらの中の VTR ご覧ください。このストーブはどこのストーブですか？これはですね、アルパカストーブ。株式会社ハピネスって書いてある。あ、そう、ハピネス、ハピネス。フジカハイペットが有名で、はい、その後にこのアルパカストーブが有名で、はい、フジカがアルパカって言われてて、はい、で他にアラジンとか、いろいろ出てきてるけど、はい、このアルパカは、昔はね、日本の正規品じゃなかったから、はい、通ってなかったね、なんかそういう企画を。はい、去年、ニューアルパカって言って、はい、日本の企画が始めとって、はい、安全性も確かにだった。これは灯油ですか？これ灯油、うん。めちゃくちゃあったかいですよ、これ。ね、あったかいよね。めちゃめちゃ最高。でもさ、それでも温めたいから、はい、ヒーターパッチメント2個付き。ヒーターパッチメント2つ使ってます。フューチャーフォックスのヒーターパッチメント2つとアルパカストーブ使ってます。さあ、というわけで見てもらいました。ではですね、ニューアルパカご説明させていただきます。もともとですね、アルパカストーブ、こちら韓国のストーブですね。もともと日本の安全基準に適合してなかったんで、国内販売っていうのはちょっとできなくて、個人輸入か通販でしか買えなかったんですね。しかし2019年の11月、PSC マーク取得、あと JHIA 認証商品、これをクリアしたニューアルパカっていうのが出たんですね。で、ここで国内販売が可能になったので、株式会社ハピネスっていうところが正規販売店となりまして、国内販売されています。ちなみに株式会社ハピネスっていうのは福岡の会社ですね。で、気になるスペックなんですけども、燃焼継続時間は約10時間。目安として大体13平方メートルか17平方メートルぐらいの広さを温めることができます。点火方式は点火用ライター、もしくはマッチ。タンクの容量は 3.7 リットル。耐震自動消火装置付き。要は地震で勝手に止まるやつですね。あれが付いてます。で、1年保証も付いてます。発熱量、要はどれだけ暖かいかっていうところなんですけど、それは 3.6 キロワット。これは高ければ高いほど暖かいんですけど、他のキャンプ用の石油ストーブと比べるとかなり暖かいです。フジカハイペットとか、それから他の石油ストーブは、だいたい 2.5 キロワットなんですよ。なのでかなり暖かいですね。屋外でももちろんあったかいんですけど、寒い冬はテント内で使いたいですよね。で、テント内で使うときは一酸化炭素チェッカー、これを使いましょう。ちなみに2021年ですね、新色のオリーブドラブというオリーブみたいな緑色の新色も出まして、定価が通常のニューアルパカが税込み 3万800円なんですけど、このオリーブドラブが 3万4100円、少し高くなりますね。一応ですね、キャンプで使う石油ストーブだったら一番有名なのがフジカハイペットだと思うんですけど、スペックを比べてみましょう。まず暖かさは先ほど言ったようにニューアルパカの方が上でした。暖房目安、要は広さ、どれぐらいの広さを温められるかっていうのも、フジカハイペットが13平方メートル、ニューアルパカは13平方メートルから17平方メートルとあるので、こちらのデータ上ではニューアルパカの方が少し広いのかなという感じですね。で、大きさ、フジカハイペットが 432mm×310×310 の大きさ、ニューアルパカは 405×350×350 なので、フジカハイペットの方がコンパクトですね。重さもフジカハイペットが 5.6 キロ、ニューアルパカは 6.6 キロなので、重さもフジカハイペットの方が軽いですね。タンク容量はフジカハイペットが 4.1 リットル、ニューアルパカが5リットル。で、ニューアルパカの方がタンク容量は大きいんですけど、連続燃焼時間はフジカハイペットが約10時間から12時間、ニューアルパカが10時間なので、やっぱりあったかい分、ニューアルパカの方が早くタンクはなくなるみたいですね。お値段はフジカハイペットの方が反射板なしが 27,500 円。反射板ありが 29,700 円。ニューアルパカが通常の黒が38,000円。オリーブドラブが 34,100 円。なので、ニューアルパカの方が少し高いです。ただ、フジカハイペットの方は専用ケースが付いてないので、もしケースを購入するんだったら、ニューアルパカの方はケース付いてるので、結果、ニューアルパカの方がお得です。お値段としては。ケースを買う場合は。ケース買わない人には関係ないですけど。そして、ニューアルパカは注文して納品がだいたい1週間前後ですね。で、フジカハイペットは1年から2年かかると言われてます。なので、フジカハイペットとニューアルパカ、それぞれね、いいところ悪いところってのがあるので、そこを見比べながら買うといいですね。では今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。